どうも、ヤマトランクスです。テイルズ・オブ・ベルセリア続きからやっていきたいと思います。今回はダーナ街道に来ております。この街道を通って、オート・ローグレスに向かっていきたいと思います。早速進んでいきましょう。結構広めの街道ですね。シンボルエンカウントの説明があったんで、モンスターがうろうろしてると思うんですけど、ああ、いますね、モンスター。なるべく戦わずに行きたいと思います。平和主義。わあ、野生の動物みたいな感じでうろうろしてますね。このヘビはマジで怖い。さあ、左右どっちもね、マップの切り替わる場所がありますけど、とりあえず、こっちから行ってみますか。合ってるかどうかわかんないけど、行き止まりか、こっち。お宝でもあるんかな?アイテムを拾って、宝箱はなさそうですね。猫人スピリッツぐらいかな。カモミール、あそこに猫人ボックスがあります。スピリッツ足りるかな。今あまりねスピリッツ溜まってないんで、もしかしたら開けられないかも。95個いるの?開けられないな。仕方ない、諦めて先を急ぎましょう。というわけで、こっち側が進むべき道ですかね。あ、橋がありますね。目的地マークもついている。あの壁すごく大きい。この国の王都ローグレスだ。巨大な城壁で町を囲み、ゴーマの侵入を防いでいる。精霊をこき使うことによって、人は身の丈以上の文明を手に入れたのじゃよ。初めてじゃないだろう、ライフセット。前にも来たことあるけど、その時は僕は今みたいじゃなかったから。そうか、タイマ氏に刺激されてる精霊は景色を見ることもままならないんだな。次にままならなくなるのはわしらじゃがのう。王家も清涼の本部もある国の中枢じゃ。王国兵も大魔師もあちこちで見張っておる。わしら悪党にとっては居場所のない町じゃ。居場所なんていらない。アルトリウスの居所さえ分かればそれでいい。はい、じゃあ行きましょうか。王都意外に近かったな。王都のさ、もう入り口付近にこんなにゴーマがいて大丈夫なんかな。あっと待って、なんだ、うわー、リスキーエンカウントだ。当たった気しないのに。カンジュームクラー、オッケー。びっくりした。すでに狂気だな。お前の切り札はいつ見せてくれるんだ。お、ビーストファングゲット。BG は戦闘開始に各キャラクターの術技の使用回数によって増える星の数に比例して回復します。そうなんですね。はい、これ入れる?全員を調べるものじゃない。自然にかわすぞ。顔固いぞ。分かってるわよ。めちゃめちゃ怪しいけど、ほら見られてんじゃん。入れたの?そこの黒コートの女、手形を見せてもらおう。あちゃー。どうした?清涼が旅人に発行する通行手形だ。この未熟者、奇術師見習いの基本はにっこり笑顔と教えたじゃろうが。奇術師?いかにも、ご覧の通りクセモノ揃いの我が一座、その名もマギルー奇術団と称しまする。式典の余興か。たかにもその通り。いやはや、いかな、我が弟子が失礼いたしました。いかにもその通り。ほれ、兵士様のご不信を解くのじゃ。お前の得意芸、鳩を出してみせよ。は?すみません、師匠。
仕込みを忘れました。なんと情けないやつじゃ。芸の道をいかに心得るか。待て、こんなところで鳩を出されても困る。いいや、勘弁できませぬ。お詫びに鳩のモノマネをせい。ハコマネ。これはやばい。あ、頬が赤らんだ。頬が赤らんだ。いや、鳩来たー。鳩おるやんけ。かように泣く子も笑うマギルー奇術団、ローグレスの皆様にご挨拶の一席でございました。ほら、こんなところで宣伝をするな。さっさと散れ。かしこまり。マギルーすごいじゃん。なかなかの手口だったな、マギルー。あんな子供魂は今回限り。ポッパー。ああ、怖い怖い。ポッポー、あとすごかった。その子供魂で入れた。オートも大したことないわね。それだけ守りに自信があるんじゃろうって。ライフセット、オートの戦力を知っておるか。オートに配備されたタイマシさ、タイマシは1000人以上。1000人。守備兵士は2個師団。さすがはオートだな。油断ではなく余裕と見るべきだろう。通行手形がないと厳しいか。民衆がニコニコなのも納得じゃの。ゴーマに怯えまくっとった数年前とは大違いじゃわ。でかい式典があると言っていたしな。そんな余裕があるほどここは平和なんだろう。その平和はルフィ、ベルベット。さあ、やってまいりました、オートローグレス。ここからどうしたらいいんでしょうか。とりあえずびっくりマークのところ行ってみますか。お話が聞けそうです、じいちゃん。聖領の役割はますます重くなってきた。わしらも心して支援せねばならんぞ。そもそもの話だが、聖領ってのはどういう組織なんだ。かあ、嘆かわしい。そんなことも知らんのか。聖領とは、聖書を祀るミッドガンド教会の大麻部門。本来は僧兵と祈祷師の集団だった。うん、正式名称はミッドガンド国教会大麻聖領。現在は大麻師の組織になってる。その通り。そっちの坊主たちはよく勉強しておるな。要するに教会の一部だろ。その割には随分偉そうだが。当然じゃ。教会を束ねる主教様は全権を聖領長アルトリウス様に委任して実質的に引退しておる。聖領の王さが教会で一番偉いってことか。だけじゃないよ。国王陛下は軍事と政治を掌握する非常時独裁権をアルトリウス様に与えられた。今王国はアルトリウスの指揮のもと再生一致でゴーマ病に立ち向かう体制をとっている。そう、それがミッドガンド聖堂王国。聖領はその要であり希望の光なのじゃ。いやー、よくわかった。聖領がいかに巨大な組織かってことがな。めちゃめちゃ巨大な相手に立ち向かおうとしてるってことですね。こっちにもびっくりマークありますね。どうも。今ミッドガンド王国の国政は第一王子パーシバル様が取っておられるのよ。王子が。国王はどうしたの。王は健在だが一線を退いてパーシバル王子の貢献に回っている。この世界の危機を乗り越えるためには新しい力こそ必要だと宣言してな。おん、なかなかできた王様だな。立派なのはパーシバル様もよ。王様の意を受け継いでアルトリウス様と聖領を全面的に支援されているのよ。パーシバル様とアルトリウス様がいればきっと王国は大丈夫。みんなそう信じているわ。なるほど。つまり国中がアルトリウスの味方ってことね。いやー、これ国民も敵にすることになりますね、このままいくと。目的地マークはないな。とりあえずびっくりマークのとこに行ってみましょうか。うわ、
兵士がいっぱいいる。怖っ。普通に進めますね。でもびっくりマーク。お母さん、王子様のお話まだ？タイマシ様来るんだよね。きっとね。星稜のことで大事な発表があるって噂だから。私タイマシ様にお礼を言うんだ。ゴーマをやっつけてくれてありがとうって。そうね、感謝を伝えてみんなで協力しないと。うん、私も規則を守る。わがままは言わないよ。大した人気じゃの。真実を知らないからよ。そうかい。むしろ皆大魔師が自分たちのために戦っておるという真実を知って応援しているように見えるがの。いや、なんかアルトリウスを撃つことが本当にいいことなのかわからなくなってきてますね。うん、先進んでいきましょう。入れるのかな、ここお城だよね。何してんの。すごい歓声じゃな。しつけが行き届いておるわ。王国民よ、ミッドガンド聖堂王国第一王子パーシバル・アスガードである。この良き日を皆と祝えることを父王と共に嬉しく思う。式典が始まった。こりゃ割って入るのは無理だぞ。10年前の開門の日以来、ゴーマ病とゴーマの脅威によって我が王国は存亡の危機を迎えていた。だが命が朽ち、心が突き当ててゆかんとする地に奇跡の剣を持ち、あそこ立つ者があった。登るのはいいが、ここで襲うのは無謀。誰やろう。アルトリウス・コールブランドである。ベルベット、アルトリウスの偉業は誰もが知っている。彼はゴーマに苦しむ民の救済に全てを捧げた。でも殺した。ご聖主の一中たるカロヌ氏を降臨させ、精霊の力を我らにもたらした。でも殺した。ベルベット、混沌の世に断りという希望を与え、今その希望が絆となって我々を結んでいる。でもお前は私の大事なものを全部。アルトリウスの偉大なる功績と献身をたたえ、今ここに災厄を払い民を導く救世主の名、同志の称号を授けん。同志、アニメになりましたね。あ、これが王子か。きたきた、アルトリウス。世界は最悪の痛みに満ちています。なのに私は皆さんに頼まねばならなかった。断りによる苦痛に耐えてくれと、意志という枷で自らを戒めてくれと。なぜなら揺るがぬ断りとそれを貫き通す意志、これが災厄を切り払う唯一の剣だからです。今ここにその剣がある。私は誓おう、我が体と命を善なる民のために捧げることを。すべての人々に聖主カノヌ氏の加護をもたらし、最悪なき世に導くことを。世界の痛みは私が必ず止めてみせる。
これは人気出るよね。でもお前はバカ、見つかるぞ。ライフシットを殺した。どうし、アルトリウス、あれがお前の標的か。いきなり飛びかかるかとヒヤヒヤワクワクした。ワクワクすんな。それじゃ無駄死にでしょ。断りと意志の剣がいるのよ。あいつを殺すために。アルトリウス様を殺す。手堅くてつまらんの。そろそろわしはおいとまするかな。名残惜しいじゃろうが、探し物があるでな。お好きにどうぞ。さよなら。じゃあな、皆の対岸成就、七点抜刀を祈ってあるぞ。敵は同志様とやらだ。姿を隠すような相手じゃない。じっくり行こうぜ。やつの後ろにいたジジイがメルキオルだな。そう。やつらの情報を集めよう。何をしてるか分かれば隙をつける。と言っても王国の最重要人物だ。探るにも手がかりがないとな。アイゼン、王都に裏の知り合いはいないの？船着き場の時みたいに。内陸には疎いが、アイフリードが懇意にしていた闇ギルドがあったはずだ。バスカビルというジジイが仕切っていて、確か王都の酒場が窓口だと。闇ギルド、そんなものがあるのか。あとにかく酒場へ行ってみよう。腹ごしらえはできるだろう。そうね。精霊もご飯食べるんですね。あ、船が帰還しました。どこだったっけ。異界探索か。初めて帰還したな。確認してくれ。うわ、2勝1敗。マグロと醤油ゲット。お、海賊盛り、美味しそう。探索もう一回波形しよっかな。お腹からすごい音がした。生きてる証拠よ、それも。さあ、スキット見ていきましょうか。あの式典、同志のお披露目の場だけあって、タイマシ軍団勢ぞろいだったな。お前が追ってるやつはいたのか。いや、ああいう場にスマシ顔で並ぶやつじゃない。星稜の上位タイマシなんだろ。あいつには関係ない。そうか。ところでベルベット、あの同志様は右手を怪我でもしてるのか。あいつは昔大怪我を負って、利き腕は使えない。やっぱりな。でも左腕だけでも超一流よ。動きを見ればわかる。体に無駄な力みがなく、ブレもないし、意識も丹田に置かれていたからな。丹田って何。腹の底、聖火から指2本分くらいのあたり、全身の気が集まる場所だと聞いたことがある。何より、殺気をみじんも感じさせないくせに、どこにも隙がない。あの同志様は強い。あいつがアルトリウスのそばにいる理由は、おそらく俺もあいつを切りたくなってきたぜ。はい、というわけで闇ギルドに向かっていきましょうか。どこにあるんかな。町のどこかにある酒場を探そうということですね。どこにあるかは示してくれないみたいです。まあとりあえず探していきましょうか。ここは何だろう。ブドウのマーク、酒場だったりして。酒場じゃね？あった。一発目であった。とりあえずマスターに話しかけてみましょうか。マスター。いらっしゃい。この子に何か食べ物を。この店の名物は麻婆カレーよ。一週間も煮込んで作るの。麻婆カレー。じゃあそれを。ところで、バスカビルって人を知らない？ここで会えるって聞いたんだけど。
そのじいさんは清涼の規律に逆らった悪人だ。とっくに処刑されたよ。そう。あれ、情報もらえないですね。麻婆カレーちょっと美味しそうだな。ベルベット、麻婆カレー美味しいよ。味感じないもんな。仲がいいのね、ご兄弟。いえ。そうよね、あなたの弟さんは殺されたんですもん、ね、え、どういうこと？なぜそれを？闇は光を睨む者を見ているものよ。バスカビルが捕まっても闇ギルドは動いているのか？ええ、船長が消えてもアイフリード海賊団が止まらないように。あなたが窓口なの？ご用は何かしら？アルトリウスの行動予定を知りたい。それはちょっと値が張るわね。非合法の仕事よ。これを全部こなしてくれたらこちらも情報を提供するわ。交換条件ですね。ギルド決死帳依頼書3つぐらいありますね。物資の破壊、失踪者の捜索、襲撃者の排除。うん、ゼクソン港の倉庫に集められている赤箱の物資を破壊してほしい。受けましょうか。これを持って行って。偽造だけど、まず見抜ける者はいないはず。通行手形だ、ラッキー。マギル記述団って書いてあるんだけど。あら、門前でそう名乗っていたでしょ。そっちの力はよくわかった。すごい情報力。達成したらここに報告に来てね。でも失敗した時は私が勝手にやったことでしょ。迷惑はかけないわ。その心がけに応じて今晩は宿をサービスするわ。依頼は明日からになさいな。わかったわ。アイフリード船長の行方ね。船長には借りがあるの。この件に関しては情報が入ったら無条件で教えるわ。頼む。あいつが失踪した現場にはペンデュラムが落ちていた。それにどうやら特等タイマシメルキオールも絡んでいるようだ。酒の好みが違う二人。大変そうだな。俺たちに付き合ってる場合じゃないんじゃないか。お前こそなぜベルベットに付き合っているんだ。ん？だから恩返しだよ。刀のありかを教えてもらった恩があってだな。ゴーマが恩だと？笑わせるな。海賊をやってる精霊の方が冗談だろ。何にせよ俺たちは断りからはみ出したはぐれ者だ。こんな断りが仕切る世の中じゃ、はぐれ者は俺みたいに開き直って化け物になるか、さもなきゃ俺たちのようにはぐれ者同士でつるむしかないだろうな。だろう。なのにベルベットは一人で世界に牙を剥いた。なかなかできることじゃない。あいつの強さの正体が何なのか、俺はそれに興味があるんだ。つまるところ自分のためか。いかんか。いや、俺も同じだ。清涼の断りによる支配に抵抗するために意志と力を持った仲間が欲しい。だがアイフリード海賊団のバカな流儀に付き合えるのは同等以上のバカだけだ。
俺もあいつがどこまでのバカか興味がある。ベルベットが聞いたら怒るぞ。褒めてるんだ。そんなバカはめったにいない。そうか、お前たちの船長もそういう人間なんだな。ああ、アイフリードこそ立派なバカ野郎さ。酒交換してますね。同志アルトリウス、なかなか見事に民衆をまとめ上げおったな。さてさて、悲劇のヒロイン気取りの小娘の牙がこの世界にいかほどの傷をつけうるか、裏切り者探しでもしながら見物させてもらおうか。マギル、めちゃめちゃ怪しいんだけど、一体何者なの？はい、というわけで夜が明けました。麻婆カレーのレシピもゲットしたみたいですね。さてさて、とりあえず宿の外に出て依頼をこなしていく感じなんでしょうかね。これなんだ？この酒場の配膳は決死鳥の依頼よりハードよ。ミニゲームかな。一旦やめておいてスキットでも見ていきましょう。優しそうな顔してしたたかなばあさんだな。奇術団のことも私のことも知ってた。情報網は本物のようね。情報だけじゃない、偽造と言っていたが、通行手形も本物だ。王国内にも仲間を潜り込ませてるってわけか。先代のバスカビルは反権力の塊のような男だと噂に聞いたことはあるが、処刑されていたとはな。カリスマを失っても組織は揺らいでない。そこが知れない連中だな。それくらいの連中でなきゃ清涼とは渡り合えない。情報を手に入れるためにも依頼を成功させないと。うまい神水をもう一杯飲むためにもな。気が合うな。あの店はいい神水を出す。 あんたも頑張りなさい。また麻婆カレーを食べるために。うん。はい、というわけで今回はキリ以外のでこの辺にしておきたいと思います。次回決死鳥の依頼をこなしていきたいと思います。